こんにちは、佐々木志保です。よろしくお願いします。私は、マウジーというブランドに所属していて、主にデザイン、企画の部分をやっています。バッグがこちらです。普段使っている巾着バッグで、セレクトショップで買ったやつなんですけど、革がすごい柔らかくて、すごい普段使いずっとしてるバッグです。じゃあバッグの中身見せます。まず財布、お財布はセリーヌのヴィンテージのやつを使ってます。結構年季入ってます。で、あとは今必須のマスク、マウジーも使ってます。あとは最近結構やっぱり乾燥をするので、ハンドクリーム、これはダビネスのやつですね。これもずっと使ってるやつで、匂いがすごい気に入ってます。あとメイクポーチの中身も紹介します。普段会社に出勤するときは、ナチュラルメイクが多いんですけれども、目元がマスクでも見えるので、マスカラはちゃんと塗るようにしてます。ランコムのマスカラを使ってます。あとは、仕事終わりに食事などに行くときに、結構リップも割と塗ったりするので、お気に入りのリップがこのナーズのマットな質感のリップと、あとはこのマックのテラコッタっていう色のちょっとオレンジがかった感じの色味のリップを使ってます。あとはお気に入りのがこのハイライトです。結構スティックタイプになってるので、いろんな場所につけれるんですけど、私は結構この辺の C ゾーンだったりとか、この辺の眉毛の上とかにつけたりしてます。あとはリップバームはずっとワセリンを使ってます。結構チューブタイプのものより缶の方がなんかこう潤うような気がして、ずっとこっちのタイプを愛用してます。あとは、パソコンをずっと仕事上やるので、目薬は欠かせません。これはあの染みないタイプの、本当に薬局で買える、コンタクトにも使えるタイプの目薬です。は、商談とか外に行く時のために、名刺も持ち歩いてます。あとは携帯ですね、 iPhone 使ってます。携帯の待ち受け画面は、買ったままの状態で、シンプルなのが好みです。携帯ケースは、シンプル派なので、こういうクリアのベースにこう写真を普段撮るので、リングがついているものを使っています。音楽はすごく好きで聞くんですけど、好きなのは昔からロックで、ギンナンボーイズだったりとか、ミネタさんがすごく好きです。今日は
M アンダーバーを着ているんですけど、マウジーの中の M アンダーバーというブランドを着用しています。大人っぽい感じのラインになるんですけれども、今日はちょっとブラウンをベースに少し柔らかい感じの雰囲気でコーディネートしてみました。基本的にジェルネイルをいつもするんですけど、シンプルが好きなのでワンカラーがいつも多いです。で、今回は秋冬っていうことでちょっとダークグリーン、深みのある色味にしたんですけど、結構深い色味の方がこう指先が綺麗に見えるのですごく気に入ってます。シェルター TV をご覧の皆さん、最後までご視聴いただきありがとうございました。私も個人のインスタグラムのアカウントでコーディネートとかいろいろアップしているので、ぜひご覧になってみてください。それではありがとうございました。お疲れ様でした。